YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ワイパーの鈴木です。ワイパーのスバルです。はい、ということで今回の深掘りに関してはですね、こちらのスイスデニムジャケットのご紹介です。スイスデニムといえばパンツがここ最近非常に人気の印象ですね。そうですね。はい、で、まあ、当店でもですね、上下さらにリメイクだったり染めだったりとかとどれも人気のスイスデニムなんですけど、改めてスイスデニムとはというところから、このジャケットをですね紐解いていきたいと思います。スイスといえば、これ以前に、お話ししたのが確かスウェーデン軍のアイテム紹介したんですけど、それと同様に永世中立国であります、はい、なんですけど、まあ、やはりですねスイスは地政学的にもこう結構山に囲まれた要塞って言われるくらいにですね、結構このなんていうか上からじゃないと攻めれないみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、そういったところもあって非常にこう軍備力、軍事力としてはですね高いって言われてますね、うん、まあ、こう完全に中立を保つということはある意味でこう危険にさらされることでもあるわけですから、うん、まあ、そういったところではですね最低限自分たち自身を守るという意味ではこう軍備にではですねだいぶこの力を入れていたと言われています。でこのデニムジャケットなんですけど、まあ、以前からですねパンツであったりとかで様々ご紹介はしているんですけど、歴史としては非常に古いアイテムです。はい、ものによっては多分1900年代ぐらいから、まあ、30年代のアイテムとかもうちでちょっとあの色味が違うんですけどね、デニムあったんですけど、だいたいこのこちらのデザインになってからは、まあ、50年代から80年代ぐらいまでにこう様々変遷を経ながら使われていたと言われています。はい、まあ、なのでスイスデニムといえばだいたいこれ、このデザインが基本ベースかなと思います。でただこのスイスデニムなんですけど、まあ、ある意味多用途に使われていたということもあって、まあ、ワークウェアから作業着、戦闘服、はたまた囚人に着せる服まで使われていたと言われていて、結構個体差であったりとかも様々ございます。なんかあれですよね、その昔のものも見つかるってことは、うん、やっぱこのもの自体のやっぱ生地の丈夫さだったりとかもあって、うん、いろんなところにも使われてたってことですかね。おそらくは、まあ、あの結構そのユーティリティだったりとか、まあ、マルチに使われるアイテムって他の国にもあるとは思うんですけど、これに関してですね、ものによってはそのプリズナーのステンシルが入っているものもあったりとかするし、資料によればですね、あのなんだかな、こうなんあの空からの空襲を監視する役の人たちがこのデニムのユニフォームを着ていたっていうような資料もあったりします。はい、なんであのいろいろなもので使われていたと思うんですけど、まあ、それもそのはずで非常に使い勝手はいいと思います。うん、パンツに関してもあのオーバーパンツのデザインでありながら、まあ、ポケットも備えていて、うん、まあ、現代においてもですね普通にパンツとして成立するような完成度の高さが魅力ですね。はい、でこちらなんですけど、一応当店としては金属のボタンかつ、サイズ表記がですねステンシル仕様のものをあの一応前期モデルとして分けております。うん、まあ、ただものによってはですねあのボタンがもう取れかけてしまって通常のボタンが付けられているものだったりもあるんですけど、そういうような年代のこう過渡期のものだったりとかもあるとはいえ、まあ、一応前期後期ということで、分けております。はい、まあ、ただあの生地感だったりとか大きな違いはないので、まあ、これに関してはですね自分の好みのサイズ仕様、まあ、店舗だったりとかだったらこう質感だったりとか切り替えの位置とか自分でこう選んで購入できるので、まあ、お気に入りのものを着ていただくのが一番かなと思います。比較的安いですよね、全部。そうこんな頑丈でなんか見た目良さそうなのに、うん、で人気なのに、はい、あの価格っていうのがまた一つ魅力ですよね。うん、そう、ある意味こうヴィンテージデニムとかってやっぱ40年代とかって今じゃもう信じられない価格になってるけど、うん、まあ、それぐらいの年代のものでありながらも、まあ、デニムとしてですねあのまだまだお求めやすい価格ではあるので、まあ、ミリタリーかつデニムが好きな方はですねぜひ一回着てもらいたい一枚ですね。はい、
まあ、ということで、デザインですね、デザインについてお話ししていきますと、まあ、デザインとしてはですね、まあ、比較的シャツに近いようなカバーオールタイプのジャケットかなと思います、まあ、こういうようなレギュラーカラーに対してフロントがですねボタン、そして胸にですね大型のフラップ付きのパッチポケット、まあ、CPO シャツとかにも近いような感じですかね、まあ、本当に今時期 T シャツの上から軽く羽織るのにもぴったりなんじゃないかなと思います。そしてこの肩のエポーレットですね、こちらも袖に挟み込みでついています、はい、まあ、このエポーレットに関しては結構その肩がこう強調されるから苦手っていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ただこういう場合って気に入らなければ切っちゃうこともありですし、まあ、そんなに縫製としては人へのシンプルなものなので、まあ、お直し屋さんに持って行ってちょっと外してくださいって言っても気軽にできると思います、まあ、そういうところでこう、まあ、好き嫌いによってカスタマイズも可能なんですけど、ただこれはこれでですね、非常に古いアイテムですので、この当時の雰囲気を楽しみたいよという方はですね、ぜひこのままでの着用おすすめです、そして、袖口カフスですね、ここも、はいはい、ボタン止めになっております、はい、まあ、この辺もまあ G ジャン感覚に近いと思います。そうですね、で、まあ、裾に関してはもうフラットな感じなので、まあ、前をきちっと締めてシャツ感覚で着るもよし、こう前を開けてフラットに羽織るのもよしになっております。あとは、背面ですね。背面が、まあ、これが、まあ、軍物ならではなんですけど、このようにウエストにベルトの引っ掛けるようなこちらですね、フックがついています、まあ、これも金属製ですね、はい、まあ、当時やはりこのジャケットとして羽織っていて、そこにこう外側にですねベルトをつけるということで、まあ、これは結構他の軍服にも言えることなんですけど、このベルトを引っ掛けるためにループがついています、はい、まあ、これはただちょっと縫い付けてあるので、ちょっとこう何か着用するときとかにこう当たる可能性とかもあったりするんで、ちょっと注意が必要ですね。自分こういうディティールが好きですね。ああ、なるほど、はい、なんか何これっていうのが、でその当時は、まあ、使ってて理にかなってたものが、はい、今じゃ使わないけど、まあ、こういうものがあったよっていうのはやっぱストーリーがあるのがすごい魅力的ですよね。しかも金属ですし、はい、確かに、まあ、これに関してはここがこの五角形に縫われているので、ここを外せば案外こう簡単に取り外しも可能かもしれないですね、はい、まあ、というような形で、まあ、このデニムをですね気軽に羽織りたいよっていう方にはですね、非常にちょうどいいようなアイテムかと思います、あと、まあ、この生地のオンスだったりとかですね、まあ、ちょっとこれ実際まだ生地本来だったらこうカットして重さを計測したら大体これが何オンスって分かるんです、はい、だからちょっとまだ切断して試してはないんですけど、はい、まあ触った感じ17オンスぐらいかなっていう感じです、ね、17オンスっていうのは結構厚い、結構ヘビーな方、はい、でしかも割とこの糸も太いので、だいぶこのあやめがざっくりしてますね、はいはい、うん、この辺のこの生地の凹凸質感っていうところも感じられるのはですね、このスイスデニムならではかなと思います、うん、インディゴじゃないにもかかわらずこのデニム感は結構強いと思いますね、そうですね、で裏に関してはこういった形ですね、センターがハギになっていて、でこれもウエストを絞るためのテープがついております、まあ、ここにですねテープが通してありますね。あとはここにユーティリティの小物入れのポケットがつきます、まあ、これも人へのコートではありますけど、非常にシンプルな作りでいい感じだと思います。細かいですけど、ここに留め具がついてるんですよね、あ、フック、はい、フックが、そういうのもいいですよね、綺麗に切れます、まあ、本当にこれに関してはここ最近すごいパンツ含めて着ている人多いと思うので、まあ、改めてこう再評価されているデニムだと思いますので、まあ、今回これを見て気になった方はですね、ぜひサイトの方をチェックしてみてください、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら、はい、ありがとうございます。